こんにちは、チャミです。あいや、またあれー。なになに、シフォンちゃん、また来てしまいました。いらっしゃい。っていうか、3回目って結構チャミ続けるのね、これ。なんか、シフォンちゃんのおかげで評判がいいから続けてみようかなと思って。シフォンに頼りっきりだにゃ。シフォンちゃんが数字持ってるからね。しょうがないにゃじゃあ今日は何を話してくれるのかにゃ。今日は抗がん剤治療を終えたお客様のお話です。ジャミクールは個室美容室ということで、抗がん剤治療をされた方がたくさんいらっしゃいます。抗がん剤治療を終えると、ほとんどの方の髪の毛がクリクリで伸びてきます。病院やウィッグのお店では、地毛のアドバイスや施術はあまりしていただけないそうなので、チャミがお客さんのお話と日々の縮毛矯正の施術で、独学で気づいたメソッドでご質問にお答えしたいと思います。治療を終えて髪が伸びてきたら、いつ頃美容室に行ったらいいのかな？毛量が多い方や癖が強い方は、5ヶ月ぐらいでもみあげや襟足がもさもさしてきて、ウィッグがかぶりにくくなるかもしれません。縮毛矯正をかけるのは難しいのですが、カットだけでもウィッグがかぶりやすくなると思います。こちらのお客様は治療を終えて5ヶ月、普段は帽子とウィッグを併用されています。髪型を作るのに大事なのはトップ、前髪、顔周りの髪の毛です。だけど伸びるのが早くて量が多いのは、後ろの耳下から襟足なので、そこは切っちゃいましょう。ここの部分はショートの場合あまり髪型に影響しません。その代わり他のところは切ったらダメです。すいてもダメです。シフォンのファンにはチャミクールが遠すぎて行けない人もいるにゃ。そういう人はなんて美容室に頼んだらいいのかにゃ。もし近所の美容室で切るなら、最初のうちは襟足だけにしてください。そしてすかないでくださいとお願いしてください。くせ毛はすいても落ち着きません。むしろ広がるだけだし、伸びて縮毛矯正をするときにスカスカだとアイロンがしにくいんです。クリクリで大変だとは思いますが、ウィッグ卒業の時に綺麗に髪型を作るために頑張ってください。そしてウィッグ卒業の時にはチャミにお手伝いさせてください。縮毛矯正はいつ頃になったらかけられるのかな？ベストなのはウィッグを卒業する時です。ほとんどの方が10ヶ月から1年で卒業されます。あまり髪が伸びていないと、縮毛矯正をするときにアイロンで挟めない、アイロンで丸みをつけにくい、チャミ調べでは1年ぐらいで生えてくる毛が地毛の髪質に戻るので、早い時期にかけると生えてくる毛がくせ毛かもしれない。そして縮毛矯正をしたのにウィッグを長時間かぶることで変な跡がつくかもしれません。という理由で10ヶ月以上がチャミ的にはいいと思います。にゃーにゃー。でもにゃー、宅配便の受け取りやゴミ出し、ちょっとコンビニまでにゃんて時にビッグかぶるのめんどくさくにゃい？そうだね。あとにゃー、毎日鏡でクリクリの自分を見るの嫌だろうにゃー。シフォンちゃん、さすが。そういうお客さんの意見があって、ウィッグを卒業しなくても矯正をかけることでストレスが減るなら早めにかけてもいいと思います。じゃあそういう時はチャミと相談するにゃ。カラーはしても大丈夫かにゃ。頭皮が敏感になっている方や以前からカラーで刺激やかゆみがある方はしない方がいいと思います。もともと大丈夫な方は特に問題ありません。ただ治療後は髪が細くなる方もいらっしゃいますので、
髪をいたわりたい方には天然 100% の花ヘナがおすすめです。花ヘナって前回の動画で勉強したあれにゃ。そうそう、シフォンちゃん覚えてる？もう一回ちょっと見直してくるにゃ。しっかり勉強してね。宿毛矯正はした方がいいのかにゃ？皆さんにおすすめしているわけではないのですが、ほとんどの方がクリクリになっているのでかけた方が扱いやすいと思います。中には必要のない方もいらっしゃいます。結構個人差があったりするのにゃ。他に何か気をつけることはあるのかにゃ。髪が短くても自然乾燥ではなくちゃんと乾かしてください。自然乾燥だと癖が出てパサパサに乾いてしまい、そのままウィッグをかぶると余計クリクリになっちゃいます。髪は生活習慣で作られます。 なるほどにゃ。じゃあシフォンのことも毎日ちゃんと乾かしてにゃ。シフォンちゃんはお風呂入らないじゃん。シフォンはお風呂が苦手にゃ。毎日ブラッシングしてあげるね。お願いするにゃ。とっても勉強になったにゃ。でも普通の美容室には行きにくいこともあるんじゃないの？そうなんだよね。美容師さんでも対応に慣れてない方もいらっしゃるし、周りにたくさんお客さんがいると美容室に行きにくいかもしれないので、そんな時は一度チャミにご相談ください。そしてウィッグを卒業する時はチャミにお手伝いさせていただけると嬉しいです。チャミは今までこういう方たちの施術は何人くらいしてきたにゃ？多分5、6年ぐらいやってるから200人ぐらいかな。結構たくさんやってきたにゃ。そうなの。じゃあチャミに任せれば安心やね。頑張ってお手伝いさせていただきます。難しい話をしてたらお腹が空いてきたにゃ。シフォンちゃんありがとう。ご褒美にチュールあげるね。やったチュールにゃ。じゃあ早く終わるにゃ。はい、じゃあ今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくにゃ。